ちょっと聞いてみたいのが、新人時代の。あ、新人時代新人時代ね、あの、今、事務所のね、はい、ホームページの、あのー、写真宣材写真が写真うん、新人時代で、19歳の頃の写真がね、<laughs> 使われてるからね、あれもうそろそろかなって。10年前ですかうん、10年前だね。 辛いよね。10年前の自分が、ね。そう、いるんだよね。ねとっても辛くて、あれが、いつか変わんないかな。変わって。んない早く変わってくれって思いながら思ってね、<laughs> 日々過ごしているんだけど。<laughs> そうなんですね。あの時でもね、やっぱね、いっぱいこう、お芝居のこともわかんないし。はい、まあ、先週も言ったけど、ラジオね。ラジオも。ラジオの辛さ。うん、映像の辛さ。 イベントの辛さ。でもイベントはそんなに辛くなかったイベントなんだろうね。お客さんがあげてくれるからかな。確かに、わーって言ってくれて。結構ね、辛くなかったんだよね、やっぱ、あれは。やっぱこう、ラジオとか映像とかでしたがそう、あとね、取材。服を買わないといけなかったんだけど、服買うお金ないじゃん、新人。ないですね。だからいっぱい取材あった時に、 こう、同じの着回したんだけど、そしたら事務所に怒られるっていうね。ああ、なるほど。だったらお金ちょうだいよってなってくるね。なるほど。でもやっぱりそうですよね。なんかこう。奨学金制度欲しいよね、だからね。欲しいですね。ちょっと前前が前が前事務所の方に。無理だよじゃないですか。確かに衣装は頑張りますよね。そう。なんか上だけ変えるとか、中だけ変えるとか、インナーだけ変えるっていうことは僕もします。 あし、するやっぱ。しま,します、します。あの時に来てたけど、ちょっとこうすれば、ちょっとバレないかな。あはは。あと気に入ってるものとかはやっぱ来ちゃう。わ<あ>かります、わかります。うん。ありますよ、ね。普通に好きだからっていうので。そんな、あ、じゃあ、そういう時代も、のびこさん。あーって、あ,<ー>あとね、<ー>お先が弱かったよ。